お元気ですか？ペルシアンと申します。今晩の夕飯はですね、まだね、仕事がね、辛いのでね、簡単にね、鍋を作りました。また鍋です。と言ってもね、タラの鍋ではございません。こちらでございます。こちらね、辛い鍋を作りました。で、こちらですね。これが油揚げに、ね、豆腐に、ね、これがもつに、で、ね、こちらがですね、特製のつみれにね、長ネギ、で、これがニラに、こちら豚肉でございますね。で、ちょっとね、アクセントにね、生卵も入れてみました。で、また航空杯でございます。今日はね、やっぱりね、最近ね、寒いからね、ポカポカとね、温まりたいのでね、最近はね、ほとんど鍋を作ってるのかなと思っております。でもね、鍋はね、美味しいですのでね、飽きないしね、最高ですよね。皆様もね、美味しい鍋がありましたらね、コメント欄にね、紹介してください。よろしくお願いします。それでは失礼します。そして、皆様ね、お仕事お疲れ様でした。明日は木曜日です。怪我や、風邪にも負けないでください。あとはね、今、まだ流行ってます。あの病原菌にも負けないでね、お仕事頑張ってください。以上でございます。大変短い動画ですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。